AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。ロシアと NATO で緊迫、ミサイル2発、ポーランドに着弾で2人死亡。第3次世界大戦に波及も。ウクライナに隣接するポーランド東部に15日ミサイル2発が着弾したと海外メディアが報じた。 AP 通信は米政府高官の話として、ロシア軍のミサイルが着弾し2人が死亡したと伝えている。ポーランドを含め NATO 北大西洋条約機構の加盟国にロシアの兵器が着弾し、犠牲者が出るのは2月のウクライナ侵攻後初めてだという。 NATO は締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなす、集団的自衛権を行使する第5条などと規定している。ミサイルが着弾した経緯は不明だが、欧州の緊張は極限まで高まり、第3次世界大戦に波及する危惧が広がっている。ポーランドで起きた爆発について同国のアンジェイ・デュダ大統領と話した。 NATO は状況を監視し、同盟国は緊密に協議している。すべての事実が確認されることが重要だ。 NATO のイエンス・ストルテンベルグ事務総長は15日夜の一報直後、こうツイートして犠牲者に哀悼を表した。状況は錯綜している。欧米メディアによると、ポーランド外務省は着弾したのはロシア製のミサイルだと発表した。スカイニューズテレビなどによると、着弾地点はウクライナとの国境に近いポーランド東部プシェボリフで、穀物を乾燥させていた地域に直撃したという。ロシアは15日ウクライナの広範囲をミサイルで攻撃した。ウクライナ当局によると、ミサイル攻撃は全土に及び15の電力施設に着弾、総人口の約4割に相当する2000万人超が停電の影響を受けた。ポーランドは東側でウクライナと国境を接し、ロシアが激しい攻撃を加える地域とも近接している。今回の着弾が意図的な攻撃か誤爆だったかは不明だ。ポーランドのマテウス・モラウィエツキ首相は国家安全保障と防衛に関する緊急会議を招集した。一方、ロシア国防省はロシアのミサイル攻撃に関する報道は状況をエスカレートさせるための意図的な挑発行為だ、ウクライナとポーランドの国境付近の目標にロシアは攻撃していないと否定する声明を発表した。集団安全保障を定める NATO の中心である米国も動いている。インドネシアに滞在中のジョー・バイデン大統領は16日ポーランドのデュダ大統領と電話会談した。ジェイク・サリバン大統領補佐官もポーランドの安全保障当局トップと電話会談した。米国防総省は着弾情報を確認できておらず調査中だとしている。パッド・ライダー同省報道官は記者会見でさらに調査すると述べた。 NATO 条約第5条では加盟国に対する武力攻撃は全加盟国への攻撃とみなすと規定している。攻撃に対しては武力攻撃を含めた対処を直ちに取るとされている。 NATO 元幹部はスカイニューズの取材に、攻撃を受けた NATO 加盟国は第5条を発動し他の全加盟国に防衛支援を要請できると指摘している。加盟国にも波紋が広がった。エストニアのウルマス・レインサル外相は極めて深刻な事件だ、 NATO は領土の隅々まで守ると述べた。フランス大統領府はエマニュエル・マクロン大統領がインドネシア・バリ島で出席している G20 カ国・地域・首脳会議で16日に問題提起すると明らかにした。一方、非加盟であるウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領はミサイル着弾の報道の直後に動画を公開し、私たちが長い間警告してきたことが起きた、テロは私たちの国境にとどまらない、ロシアのミサイルがポーランドを襲った、ロシアのテロがさらに広がるのは時間の問題だと呼びかけた。緊迫の度合いを増す情勢をどう見るのか。福井県立大学の島田陽一教授は、死者も出ている以上NATO は深刻に受け止めるだろう、直ちに反撃に出ることは考えにくいが対応のレベルを一段と上げていくだろう、具体的には戦闘機の供与などウクライナへの軍事支援をさらに強化する動きなどが想定される。米国内にはウクライナがロシア領内を攻撃できるような兵器供与をすべきだとの強硬意見まで出ていると語った。ミサイルはなぜ着弾したのか、
島田氏はロシアの強硬派は西側の軍事支援を止めるため NATO 諸国を牽制し被害を与えるべきだと主張していた。それが実行された可能性がある。ただ逆効果ではないか。誤爆であれ意図的であれ、ウラジーミル・プーチン大統領がウクライナ侵攻を始めなければ発生しなかった事態といえる。以前から戦線拡大の懸念はあり、今回の事態がどう影響を及ぼすか注視すべきだと話した。一方、バイデン米大統領は16日、ポーランド東部での爆発を受けて開かれた主要7カ国 G7 と北大西洋条約機構 NATO の首脳会合の終了後、滞在先のインドネシア・バリ島で記者団の取材に応じた。バイデン氏はミサイルの軌跡から考えるとロシアから発射されたとは考えにくいと述べた。爆発の調査でポーランドを支援することで合意した。何が起きたか正確に把握するつもりだと強調した。ポーランド外務省はロシア製ミサイルが着弾して爆発が起きたとしている。バイデン氏は調査の進捗状況を見極めて次の措置を決定すると述べた。ロシア、ウクライナ主要都市にミサイル100発、撤退加速の兆しも。ロシア軍は15日、ウクライナ南部ドニエプル川からの撤退加速の兆候を見せる一方、ウクライナの各都市にミサイル攻撃を行った。今回のミサイル攻撃は約9ヶ月間に及ぶウクライナ侵攻で最も激しいもので、主要な約10都市で空襲警報が鳴り響き、爆発が発生。ウクライナ空軍の報道官によると、ロシア軍は夕方までにウクライナに約100発のミサイルを発射したという。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ミサイルの主な標的はこれまでと同様、エネルギーインフラだと指摘。このような攻撃は、ロシア軍に対する反抗の決意を固めるだけだとした。首都キーウ、キエフでは、5階建てのアパートから出火。当局によると、2棟のうち1棟が攻撃されたという。市長は1人の死亡が確認され、キーウの半分が停電に見舞われていると述べた。このほか西部のリビウやジトーミル、南部のクリブイリフ、東部のハリコフなどで攻撃や爆発が報告された。地元当局は攻撃により電力供給が停止したと発表した。米国のサリバン大統領補佐官、国家安全保障担当は15日、ロシアによるミサイル攻撃を強く非難。首都などの住宅を攻撃した模様と述べた。英国のクレバリー外相も同日、ミサイル攻撃はプーチン大統領の弱さを示しているとした。こうした中、ウクライナ南部エルソン州の第二の都市ノバカホフカで、ロシアが設置した行政機関に勤める職員が戦闘を理由に数千人の住民と共に避難したと、ロシア設置の行政機関が発表した。ゼレンスキー大統領は15日、インドネシアで開催されている20カ国、地域、G20 首脳会議、サミットでビデオ演説し、今こそロシアの破壊的な戦争を止めなければならないし、止められると確信していると指摘。戦争は国連憲章と国際法に基づき、正当に終結させるべきだと述べた。ロイターが15日に確認した G20 首脳会議の首脳宣言草案によると、ウクライナでの戦争を大半のメンバーが強く非難し、戦争が世界経済の脆弱性を深刻化させていると強調した。ウクライナをめぐるこの文言にロシアが反対したことを示唆している。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。